皆さんこんばんは。3月29日のショーチャンネルです。まず皆さんにご報告です。先週私が取り上げました不妊治療、そして不妊治療からの流産ですね。そして流産と中絶方法は全く同じで、走破方法というその金属を突っ込んでですね、赤ちゃんをかき出すと。で残った組織を、電動吸引法というその吸っていくというような、女性の体を結構傷つけてしまう、プラスチック製のものもあるんですが、ほとんどがですね金属製が使われているというようなこともあって、 WHO からこれはひどいということで勧告を受けているような後進国の状態であることを皆様にお伝えをしました。世界はメディカルアボーションということで、72カ国ですね、ほとんどの先進国はですね、ほとんどメディカルアボーションという形で薬を飲んで流産、そして中絶をすると。それでもやっぱり薬ですから負担はありますが、他のどの方法よりも安全だということで、今切り替えられているんですね。しかし日本は戦後全く切り替えられないままに、走破方法とか吸引方法が女性の体に器具を突っ込んでやっているような状況です。このことを取り上げたところですね、日本も政府アボーションに切り替えるべきだということで取り上げたところ、大きな反響がありました。本当に11万回を超える動画の再生回数にもツイッターではなっておりますし、多くのコメントもいただきましたし、今日は取材も受けましたし、他のメディアからもですね、この問題は今生理の貧困が取り上げられているけれども、その次くらいのですね、大きなテーマになるというふうにその女性の記者も言っておりまして、9月に政府アボーションデーというものもありますので、そこに向けてですね、しっかりと取り組んでいきたいというようなご意見もいただきました。本当に取り上げてよかったと思います。多くの方々が本当にその流産で苦しまれている、そして一方で15万件を超える方々がですね、15万件を超える中絶手術も行われていて、望まない妊娠で本当に精神的身体的に苦しんでいる女性がいるというところも、やっぱりメディカルアボーションが入ってくればある種の解決はやはり少しできますので、せめて体を傷つける、度合いがですね低い方を私は政治家として選んでいきたい、切り替えていきたいというふうに政府に訴えました。相当前向きな答弁も出て、進んでいるということが政府答弁からも分かりましたし、三原副大臣からは流産は保険適用になると、中医協の方で承認されれば流産は保険適用にもなるという答弁をいただきました。そうですね、次はですね、本当に総理答弁が欲しいと思っています。一方で私は1年生ですので、なかなかそういう機会がまだないんですね。ですので、決算委員なのでできたらいいなと思って希望も出してみたんですが、1年生はちょっと総理にですね、質問する機会はないということでしたので、どなたかにやっていただけないかというふうに今一生懸命今努力をしているところです。こんなに反響もあるとも思っていませんでしたし、メディアの方も相当注目をしている話題トピックであるということ、つまりそれだけ問題が大きいということだと思っておりますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っています。今日はですね、勉強会はこちらです。帰宅困難者ですね、これ皆さんに伝えたいです。私都議会議員の時に、もちろんその首都直下の件もですね、勉強もしたりとかしてですね、木密地域というものが東京にはたくさんあって、非常に燃えやすいというところも、火災旋風も起こって非常に危険な可能性もあるということも学んでいるにもかかわらずです。かかわらずなんですが、なぜか自分は311の時に渋谷の NHK から大田区の自宅まで、5時間ぐらいかかったと思いますが、歩いて帰れましたので、次も歩いて帰れると思い込んでたんですよね。本当になんでこんなこと思ってたんだろうっていうのは指摘されて、やっぱりはって気づくんですが、ダメですね。木密地域で内部が燃えていれば大通りに皆さん出てくるんですよ。その時に皆さん帰宅困難者といいますか、その歩いて帰っている人がたくさんいればですね、20年近く前かもしれませんが、明石の歩道橋で花火大会の時に人々がドミノ倒しになって何人もが圧死をしたというような事故がありました。そのような状況が各地で起こる可能性が非常に高いということで、なるほどと。311の時は確かに火災がなくて、路地とかみんな歩いて帰れましたよね。ショートカットという意味です。私もショートカットして帰ってたんですが、それができなくなるので大通りにみんな出てきてドミノ倒して圧死をしてしまうという可能性もあるので、とにかくその極力、できるだけ職場とか学校とかに待機をするということで、備蓄をしっかりしてくださいということでした。本当に恥ずかしいですね。なんでまた歩いて帰れると思っていたのか、非常に反省をしなきゃいけないと思っています。
これある種の成功体験なんですよ。ちゃんと学んでいるにもかかわらず、違う瞬間には自分は大丈夫だ、成功体験があるっていうふうに思っちゃうので、こうした悪い成功体験はですね、しっかりと自分を戒めて変えていかなきゃいけないなと思っておりますし、311の時に歩いて帰った皆さん、私と同じ勘違いをしているというふうに思いますので、ぜひ皆さんにもお知らせしていきたいと思っています。それではまた明日。